気の茶やで。さあというわけでですね、今日は成り上がり、これ何のイベントかと言いますと、浩二選手の立ち上げた格闘技団体成り上がりなんです。そして私がここにいるということは出場します。成り上がります。今までね、本当に芸能としては病み上がりなんですけど、ここは一気に利用して成り上がりたいなと思うんですけど、やっぱり出場言うてもね、それはもちろん格闘技ではないですよ。死んでしまいますんで、浩二君と仲良くさせてもらってるんで、ちょっと声をかけていただきまして、オープニングセレモニーと、リングアナ、あと解説というのをチラッとさせていただこうということで、お祝いっていうのも兼ねましてですね、出場させていただきます。成り上がり楽しみです。なんかあれやで、ブレイキングダウンみたいな流れで進まれたんです。そうでしょ。で、なんか面白い選手と同士をこう戦わせるみたいな。これぐらい噂の肝とか進めてきたんです。あの化粧水、これね、いいんですよ。ほんまに顔がなんかな、顔が食ったらね、あった上がってる。誰が興味あんねん、このよりを。じゃあ、ああ、すいません、すいません。これ、嬉しい。これ、何やがりちゃうの？何や、もう、勝手に作りました。許可。よろしくお願いします。あ、ごめんなさい、お名前が寒天マンですね。寒天マン、寒天マン、寒天マンが勝手に何やりのロボットを使って、はい、無許可で、はい、絶対訴訟ですよ。全員寒天マン、あ、リモです。あ、サンドです。どういうあれですか、グループというか団体。グループは僕、地元が岐阜県の恵那市ってところなんですけど、の僕の生まれたところがもう田舎なんですけど、寒天が日本のシェア8割。なるほど、細寒天。はいはい、わかりました。ありがとうございます。いただきます。はい、はい、ありがとうございます。スタンバイ、はい、OK です。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。さあ、というわけで、はい、成り上がり一発目の浩二主催ですけども、はい、いかがでしょう。いや、心強いです、木下さん来てくれたんで。いや、ほんま、お忙しいところ。いや、声かけてくれたやんか、嬉しいな。そりゃそうじゃないですか。しかもオープニングセレモニー、僕の兄貴みたいなもんなんでね、木下さんで始まるんで。いや、ほんまに俺のことリングがない思ってない。この量半端ないぞ。いや、こんなん俺当日にもらう量ちゃうね。じゃあやめときます。やるやん一生懸命やるやん。俺いつもやるやん。ありがとうございます。だから1回目やから、もう誰かハッと出てくる。誰が出てきたっすんだよ、オープニングから。違うやろ。もうね、ちょっとなんかこうやっぱね、一発目は気合いで。いや、嬉しいです。もうほんま大変な時に、今日もお忙しいのに。俺自身、病み上がりやからね。病み上がり、成り上がりじゃなくて病み上がり。病み上がりやから、ちょっとかけて一緒に成り上がっていきたいなと思います。お願いします。今日盛り上がっていきましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。全部俺やで、ほら。当日や、当日。しかも30分前。もう、こんな専門用語、これ全部俺や。いやいや、プロでも困るよ、これ。本日は、ご来場いただきまして、ありがとうございます。全国の格闘技ファンの皆様、大変お待たせしました。格闘家浩二による初の興行、成り上がり、ついにこの日が訪れました。格闘技界の新たな新世代ヒーローを目指し、成り上がれ。
選手の入場です。ちょっとこれラビットパンチになりかねません。ずっと見てました。はい。よろしくお願いします。いや、ほんま見てますよ、バカスバイバー。めちゃめちゃ好きですもん。いや、もうなんかこんなこと言うのよ、なんか。いや、本当にね、今回、成り上がり1回目ということだったので、まあ、ちょっとこう、いかがでしょうか。始まってみて。みんな緊張するっすね。確かに確かに。羨ましくなりません。いわゆる出場者としてね。酔っ払ってさ、試合してるわってなってさ、気持ちよくなって酔っ払っちゃって。緊張さそうなに行くのさ。確かに確かに。みんなな、ほんまに第一線でしょ。つまり、今までリングなんて入ったことないのよな。もう、羨ましいっすね。そんな時あったな。いや何年ぐらい前になりますか、そういう意味で言うと。でも、つらい20年間までよ。だから、その子もつらいよね。通常曲上がって、明日上がったテンションもないじゃん。確かに、でもやっぱり1回目ならこれ思い出す。思い出す。だから、残るんでしょうしね、今日という日がみんなね。多分、一番気持ちいいです。今日気持ちいい。一番気持ちいい。で、だんだん落ちてます。あ、今日がマックスね。今日マックスで。ザバンだと思いますけど。そうか、やっぱプレッシャーもそうやし、どん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 もう慣れちゃうから。慣れるしね。確かに舞台もそうかもしれんな。夢のないこと言われてるよね。そうでしょ。でもそれがあると思って。なるほど。この脳がずっと残るから、またあれを求めよう、超えようと思うわけだ。ずっとやめられなくなって、40近いのにやってる俺みたいなのがそうです。何やってんだって思いますね。なるほど。でもこの脳のアドレナリンが大事ですよね。そう、まあ、これからちょっと成り上がりボリューム1ですから、これ2も3も4もどんどん盛り上げていきたいと思います。これで潰れますか。心配しないです。なんでや、これからや、まだまだ成り上がって番組時代というか、この成り上がり時代に成り上がっていくと、思いますんで。誰が盛り下がりや。やめなさい。みんな楽しんでもらって。楽しんでもらえる。今日はありがとうございました。